最後のところですが、私が気になっ前から気になっていることでありますけれども、この無常を悟るということで、このどういうじゃあどうすればいいのかということですが、このイロハウタを見るとですね、ある意味で非常にこうオーソドックスな仏教の教えになっていると思います。色は匂いどちりぬるを我が世たれぞ常ならん、ういの奥山峡を越えて浅き夢みじ酔いもせず、これは、この世で夢を見た状態から抜け出して別の次元へ出なくてはいけないということで、そのためには何か規範的な実践に服するということがある、そこには当然戒律があり、ダルマに服するということがある、そういうことであろうと思います。ところがですね、日本の、無常観の文献というのを見ると、どうなんだろうと。例えば、この鴨の帳面の北条記ですが、とてもこれは多くの人の胸を打った、文章であり、無常ということをつくづく感じ取るものですが、それならばこの無常を悟ってどうなるのかということです。とちょっとここに書き、忘れてるんですが、堀田芳恵という人はですね、北条記式という本を書いていますけれども、その中で言っていることは、鴨の帳面はいかに世を捨てて逆に世に関わり続けたか、世にいわば執着し続けたかと、まずは歌の名人でありますし、琵琶の名人でもあったんで、出家することはまた、芸の道に励むことでもあったというところもあります。と同時に社会批評的なことも盛んにやったと、そこが重要なんだというのが堀田さんの説ですけれども。これは西行なんですけれども、先ほどの鎌田さんの話にもありました、西行は大好きな人が多いと思います。私もそうですが、西行の中には常にこういうテーマが出てきて、捨てたのだけれども捨ててない、世の中を捨てて捨てぬ心地して都離れぬ我が身なりけりと、これは聖というのは何か、高野聖としての西行ですが、高野聖というと山にこもっているように見えるけど、実はそうではなくて、五来茂先生という方が言ってますが、勧進をする、世の中へ降りていって、人々に、その楽しいことをしてですね、そして寄付を求めると、こういうのが聖というもののあり方で、そもそも道というもの、作業は出家はしたんだけれども、しかし、仏道を行ずるというよりは歌の道を行じた人とも言える、あるいは少なくとも仏道を行じることと歌をこの洗練させていく、歌の道を歩き続けることが同じだった。でその中には捨ててないということがある。その捨てないってことの意味は何だろうかということで、この辺はよく知られた話だと思いますが、世阿抄というの中には、文覚上人は西行を憎まれけり、そのゆえは遁世の身とならば一筋に仏道修行のほか他事なかるべきに月を立ててここかしこに嘘吹きありくじょ日記星なり、いずくにても見合えたらば頭を打ち割るべきよしですね、常にあらましにて、常のあらましにたりきり、要するに世を捨てたんならですね、そんな水郷の世界にですね、ふけり続けるというのはおかしいじゃないかと、こういう批判もあるということですね。これはもしかしたら上座部仏教の仏教徒から見ればいかにもそう見えると思いますし、日本の仏教徒の中にもそう感じる人がいるかもしれない。しかし鎌田線的な日本精神の理解をすれば、これはごく、よくわかる世界ということになります。で、それについてこの明恵ですね、明恵は最後にあったと言ってるんですが、それはどうかわからない。しかし
少なくとも明恵は作業が大好きで、と同時に徹底した仏道の修行者でもあった人ですね。作業法師、常に来たりて物語して曰く、我が歌を読むは遥かに尋常に異なり、花ほとどきす雪すべて万物の境に向かいても、およそあらゆる層皆これ小毛なることを目に遮り耳に見ているんですよね。必ず読み出すところの言句は皆これ真言にあらずやと、花を読むとも実に花と思うことなく、月をえずれども実に月とも思わず、ただこれ格のごとくして縁に従い今日に従い読み置くところないと、こうも高校たなびくなれば刻彩れるに至りですね、白日輝ければ刻明らかになるに至り、まあこれは歌を歌うことそのことの中に仏教の真理すべてが現れていると、これはまあ密教的な理解でもありますけれども、したがってこの非常に具体的な歌の洗練がそのまま、まあ形状学的な真理に通じていると、まあそういう理解を取ってたんですね。はい、まあこの辺の呼吸ですね、つまり具体的な道を歩むこととそれが宇宙的な真理、またそれは社会倫理性とも結びつくような、そういう道の在り方ですね、こういうものが日本の宗教史にどう現れていたかというふうなことを考えていきたいなというふうに思っておりまして、先ほどの鎌田さんのスサノオ雷さん、スサノオの系譜の雷さんと言ってもいいかもしれませんけれども、それもそういうふうな考え方で受け取ったらどうなるかなということを考えております。以上で誠に雑白な話でありますが、私の話は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。